どうなるかと思いましたが、大丈夫かな。いや、とりあえず無事待ち合わせ場所に到着です。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。レーシーの格好たまにはちょっとプロテクター用。何乗られてるんですか。 CB7 半フォアです。フォア、はい。一緒に作る。そうそう、あのアミルズっていう名前で YouTube させてもらってるんですけど、ちょくちょく山ちゃん食堂の時だ、うん、はいはいはい、あの途中から揚げからこういうスキル、はいはい、あ、あの時ね、帰りどしゃ降り、あ、はい、はい、そうです、あの伊勢の時ですよね。はい、ではよろしくお願いします。そうだ、帰りどしゃ降り。白の集合珍しいな。あ、これ役割ですか、はい、これ今んとこ、はい、まだ大丈夫そうです。これ耐熱かなんか。耐熱なんですよ。アメリカのそのプライマー、耐熱の下地のスプレー、うんうん、それ1000度って書いてあったんで、それを塗ったんですよ。この前ちょっと雨に降られちゃって、もう泥ついて、それがもうどうしてもやっぱ取れないんですけど、はいはい、焼けてる。もうそれは覚悟してたんで、汚れんのは。プライマーは洗いから入っちゃう、はい、おっしゃる通り、もうザラザラなんで。そうなんですよ、足つきよくするね、感じなんでね。汚れても味があるんでいいじゃん。そうですね、バイクがね、バイクなんでマフラーだけ綺麗でもおかしいですもんね。K2 です、ね、はい、前期の方なんで。そうですね、キャブももう1年以上前に TMR 買って家に放置なんです。もう YouTube であの順番にやっていこうと思って、それもなかなか時間がなくて。自分のやつだとさ、いつもいつでもできるやと思っちゃうもんね。はい、で、そうなんです。 YouTube をやってなかったらもうちょこちょこってもう全部もうやってると思うんですけど、もうほんと順番に次ここやります、あ、ここやりますってやっていってるんで、時間かかっちゃうんですよ。これも K2 の純正のあるよね。そうです、もう外装はもうそのままですね。もうほんと最初はドノーマルやったんで、逆車の車のね、ここまでちゃんとついとれば、はい、はい、
でもいろいろ見てもらってたら、僕も動画まで上げたんですけど、このオイルフィルターのケースとか、もうなんか K0 の部品ついてたりとか。本当はね、 K0 になってる、はい、K1 までだねこれ。はい、ちょくちょくなんか使われてる部品が外国だとね、あったやつつけたりするし、はい、もうこれフェンダーが電くなったんで貴重です、これ。ああ、そうですか。このフェンダーもう、あの次の型しか出ん、 K4 からのやつしか出んって言って、動画でキャブもこれオーバーフローしてたんで、自分であのフロート、あの真鍮のフロートをハンダで自分でこうカメラ置いてやって修理してっていうのも、そんなんもいろいろやってるんで、もうほんと時間がかかっちゃってなんか、はい、長い、そう、ずっとずっと撮っとるもんね、飲みながら撮ったけど、上が回っちゃう。逆にあの途中まで見ていただいた最初にエイジさんが、はい、なんか自分でやっとるよって言って、はい、うん、で、あ、昔のやつ見てないまで見とると思って、はい、あ、ありがとうございます。ちょっと もう見ながら見とれんなと思って。やっぱり走行動画とかなんか乗っとる人だったらなんか興味あるけど、はい、はい、そうなんです、そうなんです、うん、はい、チェンジがね、はい、まだK2 までついてなかったか。あ、ダイナモカーバーですか。ダイナモカーバー、CP が出るって言っとって、で、精度がいいもんで、最近のやつは、はい、発電が綺麗に出るって。へえ。当時のやつより。ああ、そうなんですね。だれ買うとか言って言っとったけどさまあ今一人でいいわと言っとったけどはい、中の精度がいいと。バッテリー爆発しました、一回しすぎてそんなことが。そうなんだ。バッテリーこんなパンパンになって、はい、ほんでなんかすんげえ臭いもんで、大輔さんどうなっとるって言って測ったら、うわ、今度16ボルトで取るとか。これダメだわ、14がね、そうあれだもん。ほんでもうまたパムスのレギュレーターに変えても。あ、変えたの。変えましたよこれ。え、こっちは軽量の AC 機器、はいはい、そこがいいと結構発電が綺麗にいくって言った、うん、そうなんだ。
ありがとうございます。チャンネル登録してもらいました。目の前で嬉しい。はい、ということで会場に到着しております。かっこいいバイクいっぱいですよ。2週連続でこんなイベントに参加できて幸せですね。嬉しいです。今日こそはたくさん交流をしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。こちらもチャンネル登録していただきました。どうもありがとうございます。ラベンダーです。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。どうもアミルです。この前はどうもありがとうございました。大丈夫だ。はい、俺のあのなんとかなんとか来れました。 YouTube で俺のめちゃめちゃ生まれました。はい、めっちゃいや、あれがすごいいい味で僕すごい編集しててうわなんかいいなと思って。うわ、あの、はい、めちゃめちゃいい味でした。ありがとうございました。あ、ステッカーがそうなんです。ちっちゃいやつ、ちっちゃい版ができたんで、昨日ヘルメット貼ってんだよ。本当ですか。うわ、嬉しい。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。これ3つ渡してね、3種類渡して、3種類、3色いただいてます。はいはいはい、あ、ボスさん、よろしくお願いします。一人、もう一人のボスがコロナになって。あ、そうなんですか。昨日から突然にお願いします。あー、やっとお会いできましたね。同級生。ありがとうございます。よう来ましたね。そうなんですよ、奈良から、まあ、3時間ぐらいですかね。微妙な色違い。これね、実はね、最初にミスプリみたいななって頼んだらでこれで出来上がってきたんですよ。で作り直し、はい、でも逆にこの方がいいじゃんって言われてて、で結構これ人気あるんですよ。メタノリよりいいかもしれない。はい、はい、よろしくお願いします。アミルズです。お願いします。 YouTube 生ってるのみたいな。この前、先月、はい、4月の、はい、なわりまくって、家賃と、そうです、ボスと車両紹介のタケちゃんで、ありがとうございます。よろしくお願いします。おはようございます。2週連続でお疲れ様です。どうも、おはようございます。お願いします。出来上がったと思って、あー、うわわわわ、あ、かっこいい。ありがとうございます。どうも、アミルズっていう YouTube やってるもんなんですけども、先週お会いさせてもらったとこ淡路島一緒に行ってぜひ YouTube の方よろしくお願いします。ありがとうございます。ブレーキ大丈夫ですか。なんとか大丈夫でしたね。あれ多分なんかちょっと効いてるような感じ、軽く引きずってたのかもしれないですよ。でそれでエンブレかかったみたいになって、あれあれってなって、メンテ不足ですよ。今ステッカー交換してるんですけども、あの有名なアニメ兄貴さんにいただきました。奥さんと来られてまして、ステッカー頂戴しました。ありがとうございます。あ、どうも初めまして。そうなんですか。あら、あ、どうも、奈良県からやってまいりました。あのアミルズっていう、昨年からあの YouTube CB7-4 で、はい、させていただいてるもんなんですけど、全然未熟者なんですけども、よろしくお願いします。はい、また登録しておきます。うわぁ、かっこいい。 Z1 わわわわ、 YouTuber の YouTuber の子で、なんかずっとこの子福井やもん。あ、もう全部福井ですか。ここ今来たやつらは、うわぁ、あの黒い T シャツの子ら、セパ、はい、かっこいい。福井もすっごい大層ですね。駐車人気なんですね。セットに来れば、その辺その辺にいっぱいある。セットに来れば、10件シャッター上げたらいっぱいある、ね、本当ですか。船長のとこはもう 何十台もあったりするのちゃうんですか。違う、3台4台、すごい、3台ですね。 GS と、はい、FX と、はい、Z2 と、うわ、でもう一人のリーダーがコロナになっちゃって、はいはい、あと4台あるんだけど。そうなんですか。リーダーっていうのはボスと2人でやって2トップ。あ、そうなんですか。最初2人でやってたんですけど、台数が多すぎてとか、そうなんですか。まとめきれんくてとかじゃなくて、22、3人、まあ、全部で25人ぐらいけど、はい、あ、最初に2人でやろうぜって言って2人やったんですよ。え、もう一人コロナになったやつと、はい、2人で赤ジャンヘル白ヘルでやろうぜって言って、クレイジーファンキー親父さんは最初は2台でスタートしたんですか。もう一人で、
バジャンかっこいいし一緒に走りたいんですけどっていうのはこう。それ何年ぐらい前ですか。いやもうだいぶ前かな。でも6、7年。ああそうなんですか。で、はい、その人のいい人ばっかりを受け入れて、はい、面接あるんですか。みんな連れてくるし、はい、お前がいいって言うならいいよ。ああそういうことなんですね。そんなきつい面接をないたまにその酒でみんな思い出すのはいはい、ああ本当ですか。ごめんごとご質問です。何年前かな。大変もうこの会話とかも YouTube OK なんですか。撮れてるかな。あ、カメラ回ってましたわ。回ってましたわ。標準語でいきますわ。回ってました。やってなかった。気使って標準語にしたのに。はい。アミルーズ君に福井のメーカーをお土産で持ってきたよ。え、サツキガス。私にこんなんいただけるんですか。はい。俺個人から。え、うわ、僕。チームから。あ、チーム。お金返し。すいません、僕何も持ってきてないです。手ぶらず。すいません。いただいたんで。いやいやいや、そんなそんなそんな。チームから一人20円ずつ。え、あ、ステッカー、はい、もっとステッカー。もっとステッカーもっと松本さんにもあげよう。奈良から何か送ります。あの鹿の糞とか送ります。すいません。これもらってもらった。ああ、もあ、お願いします。あのアミルズって言って、あのインスタと、はい、あの YouTube でインタビューさせていただいた。撮ってるでね。よろしくお願いします。あ、そうですか。生配信。そうなんですよ。生配信。それがまた。ですよ、これは。うわありがとうございます。あ、ボスもうちょっと、はい、いろいろさ、船の乗ってくれん。松本さんにもあげて、字幕入れて。本当ですか。字幕。わなんとなんと、クレイジーファンキーおやじさんから名画いただきました、福井の。嬉しい、やった船長、ありがとうございます。どうぞ。顔はそうなんですよ、今人だけなんですよ。はい、あ、大丈夫ですか。せっか私差しもらってないですね、まだ。あ、もうやっぱあるんで。うちにもはいバブ乗ってる女の人一人。あ、本当ですか。わわわわわ、かっこいい。女性乗られてるみたいです。かっこいい。あ、この辺が女性っぽい感じしますよね。これは鉄だった。こっち置いとくわ、ここも置いとくわ。どっちみちこっちスタートの通りに置いて。あ、そういうことなんですね。で、車で来て第一も払おうかな。いやいや、恐れ多いです。恐れ多いですね。いやいや、ちょっと目指さなかった。いや、ダメです、そんなダメです。いや、いや、もうそんなこっちは一等地恐縮です。こっち二等地。あ、本当ですか。え、いいんですか。いいよ、いいよ。いやいやいや、嬉しい。うわ、大うわ、ありがとうございます。恐縮です。うわ、はい、ありがとうございます。今声をおかけいただいて、はい、ステッカーを、はい、で、今で3人で、はい、あともう1名、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。今日はどちらから来られてるんですか。滋賀県です。あ、滋賀県なんですか、はい、もうチームで来られてるんですか。チームっていうか、まあ、みんな友達で。ああ、そうなんですね。この前淡路島も行きました。はい、私あ、え、で、遠くから見てたんですけど、え、本当ですか。誰分からんし、はい、近寄れんかって、今回は分かったんで。わ、はい、どうもありがとうございます、はい。もうあの時もね、もうあの皆さんインスタでつながってる方行ってるのに、はい、もう全然なんかあのお話できなくて、はい、帰ってからお会いできなかったですねって同じ会場にいながら、もうすごいなんかあの心残りで、今日こそはちょっとね、いろいろ交流させていただきたいなと思って来たんですよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそお願いします。ちなみに、あの、すみません、チームかなんか、あ、いいですか、これ。これなんてお店ですか。ゴーシューバク総族。ゴーシュー、はい、バクゴー族。いや、バク総族。あ、バク総族、失礼しました、はい、ゴーシューバク総族さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。そうなんですか、ね、忙しくですね。独立して何かしたいなと思ってて、飲食とかそのバイクのちょっとテーマパークみたいなの作りたいなと思ってるんですよ。バイク、女性ライダーです。
ステッカー欲しいってヨーヨーワンで。よろしくお願いします。頂戴いたします。ありがとうございます。お願いします。お配りしはりました？あ、もう前回 いただいてるんで、7月のツーリングでお会いしたときに、はい、インタビューもさせていただいて、ありがとうございます。なまりばっちり僕らのチームはっていう感じ、めちゃめちゃいい。なんとかやで。そうなんだよね。ちょ、俺ラッパーやでしょ。すいません、あの奈良県でアミルーズっていう名前で CB7 班フォアで YouTube させていただいてるものなんですけども、ステッカーを渡しさせていただいても大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。はい、すみません、あのしょうもないもんなんですけど。ありがとうございます。 YouTube？ そうなんです、 YouTube をさせてもらってるんですよ。あ、すいません、しょうもないもんで、すいません、よろしくお願いします。奈良？奈良です、はい、よろしくお願いします。すいません、お願いします。たくさんのかっこいいバイク、今日はいっぱい撮影させてもらおうと思います。インスタグラムとか YouTube とかで拝見したことのあるようなバイクもポツポツ見かけますね。
わ、ステッカー今いただきました。有名な方ですよ。ありがとうございます。まあ、ステッカー交換します。で、この、YouTube OK ですか？顔は出ないんで。顔出し OK だよ、ここ。え、顔出し OK。あ、じゃあ。チャック開けてくれた。あ、本当ですか？チャックはよく開いてる。あ、本当ですか？はい。もらいました。あ、どなたかまだお渡し。あ、すいません。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もぜひぜひしていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日も全員愛知の方ですね。はい。そう、岐阜。こっちは知多半。お、これさそりさん。サソリさんね、よくあっちこっちマンデーね、あのプロの、はい、あの CB の方、ヒロさん、はい、あの方はもう先週お会いしたんですよ。淡路島、淡路島行きました。はい、来られてて、そこで誘われました。あ、本当ですか？ちょっと遠いんでやりました。あ、そうそうっすよね。はい、いや、僕もあ、ゲフで、あ、お願いします。なんかチームかなんか、これは何とお読みしたいですか？バックス。バックス、はい。バックストリート。はい。ああ、はい。うわ、かっこいい。ホンダドリーム。7半フォアと4フォアと、はいはい、おソロですね、はい。かっこいい。のと可愛いの。どうなのね、みんなバックス。すごい。これお前は風だ。キャッチコピーじゃないですか、あの4フォアの。かっけえ。いいですね。はい、かっこいい。僕もね、普段あのオートバイのつなぎを着てるんですけども、色がこっちの方がすごいいいですね。なんか当時の感じして、なんか港の横浜歌いそうですね。しかもこれあれですね、おニューですね。あ、本当ですか？抽選なかったんですね。わ、かっこいい。そう、え、いいんですか、あのこ汚れちゃうじゃないですか。そうそう、もったいない。あ、豪快に、ね、かっこいい。お腹空いたんで、下ってもう飯食いに行こうかなと思って。そうなんですね。はい、
ナンバーとかちなみに YouTube 大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？バイク記念なんで撮らせていただこうと。RZ もかっこいいですよね。僕も昔すごい憧れてて欲しかったんですけど、ヤマハのツーストも TZR とか乗ってたんで、いやあの時にもう買っとけばよかったですよ。今もう手が出ないですね、高すぎて。かっこええな。チャンバーこれ、はい、どこのやつですか？これ一応多分昔の当時物のやつだと思う。そうですよね、珍しいですよね、うん、と信じてるっす。いやいやいや絶対そうですよ。なんかすごい珍しいフェレックスっていうチャンバー、はい、へこみもないしいいですね、うん、ぜひあのお大事にずっと乗っていただきたいですね、はいはい、かっこええ。どうも ありがとうございま す, います。でお住まい京都なんですよね、はい、で走るのが福井ですね。でなぜ京都じゃなくて福井で走ってはるんですか？もともとおったんですけど、友達がね、一緒に走ってる子がおったんですよ、はい、ハーミンの友達。海つながりから のバイクなんですね。なるほど、縁ですね。もう福井ちょいちょい行ってはるんですか？福井もうしょっちゅう8人。いやいいえ、もうこれも多分私乗ったらいつぶりやろ、いつぶりやろ。あ、もうそれぐらい。半年。そんななんですか？こちらこそです、お願いします。ショート缶白いてはりましたね。ああ、元メッキだったんだ。こちらちょっともう白が残念ながらはげちゃってる感じですね。わ、すごい。ハンタかと思いきや。カエルネジ。こちらもヘルメットに貼っていただいてますよ。福井県ですが、マンデーズ貼ってもらってます。めちゃめちゃ嬉しいです。マンデーツーリングでご一緒させていただいてますね。こちらはマッコイさん、先週淡路島でお会いしたところです。途中コンビニに泊まっておられて、わーって気ついて手振ってもらって、僕も気ついたんで手振り返しました。いや、こうやって毎週毎週お会いできるのも嬉しいですね。ゼファーですね。いやー、かっこいいな。グリップが透明スケルトンで中にいいっすね。当時っぽくてめちゃめちゃいいですね。当時はなんかあのコカ・コーラの缶を切って中に入れたりとか
してたみたいですね。かっこいいなください。タンクのステッカーめっちゃ渋い。いいですね。ちょっと反射して見にくいかな。おお、猛烈ダッシュ、かっこいい。弥生もオイルクーラー欲しいな。見てください、 F ペケのシゲさん、マンデーツーリングをご一緒させていただいて貼っていただいてますよ。これは先週淡路島の時にお渡しさせていただいたやつですね。おはようございます。あ、これタンクになってるじゃないですか、鍵。プラモデル。プラモの、僕も FPK のプラモ持ってるんですよ。おしゃれ。渋いですね、お技が。え、プラモデル好きなんですか？いや、好きなんです。あ、そうなんですか？足持ってたやつがあった。すげえ。あ、ちゃんとエッチングの川崎っていうあれつけてあるじゃないですか。エンブレム。今日あのインター行っちゃったんですか、そのまま。そこの入り口も通り越してます。はい。言ってたんですよ。あ、そうなんですか。ちょっと今日はボケっとしてます。あらあら、まあ無事なんとか。かなりタイムロスしました。ここから、はい、このマーク2まで仲間と。この CD、はい。ステッカー交換させていただきました。同じチームってわけではないですか。もう普段まあまあ、よく、はい、かっこいい。でかいね、ハンドル。このもうかっこいいですね。もうステッカー貼るとこないですね。あ、見ました、ありがとうございます。これもちょっと怖がりがあるんですけど。どこですか？おお、あ、なんか見たことあります、ネットで。こっちの方が簡単でいいですよね。飛んでいかないです。飛んでいかないですか？飛んでいかないかな。なんかもうこの辺のってね、もホタル配線とかミスったりとかしたらショートしちゃって、他のやつとかも、ね、そうですね、それを思ったんで電気系統に影響あったらいらんすもんね。7件ぐらいで、ワンちゃんさん、あ、はい、ってことは、いや、存じ上げてです。あ、どうも。すみません、アミルズっていう名前で YouTube させてもらってるもんなんですけど、バイクにステッカーだけ置いてきました。あじゃあ、はいはい、淡路島白いマフラーの、あ、そうです、そうです。これどうやって消すんですか？あ、それは上のボタンを押しすると。あ、そのちっちゃいボタン、いろんな色が、あ、そうなんですか、こんなちっちゃいの、ね、すごいですね。じゃあちょっといいです。多機能。光り方も。そうですね。おー、すごいすごい。いろいろ変わります。ヒデさんのおすすめです。で、ヒデさんって呼ばせてもらっていいですか？ヒデです。ヒデちゃんです。あ、ヒデちゃん。ヒデちゃんおすすめです。ぜひ、どうぞ。この人は自分でエンジンバラして決めるって。そうなんですね。すごいです。すげえ。めちゃめちゃ速いですね。そうなんですか？これ、Z2 っすよね。はい、うわ。すごい。
あ、先ほどご挨拶させていただいたあ、たくさん、はい、よろしくお願いしますが、この Z、 うわ74年 Z、 あ、Z A、 かっけー。で、なんか今お聞きしたらもうエンジンも全部され、え、整備士のお仕事かなんかされてるんですか？いや、全然やってない。独学ですか？クランクから全部やりました。ってことはもう若い頃から原付きとかいろんなのバラして、いや、Z2 だけです。え、Z2 しかバラせないですね。 CB バラせないです。最初めっちゃ勇気いったんじゃないですか？最初はそうですよ。すごいですね。酔った勢いです、最初。で、もしミスったらもうバイク屋さんにそのまま持っていくか。そうです。お手上げになるんじゃないですか。最初、一番最初何しちゃったんですか？はい、一番最初は、シム調整をやってみようと思って。はいはい。で、わけも分からずやって、はい、カム外しちゃったんですよ。はい。カム外しちゃったらもう、あのバランスとかいろいろやらなくちゃダメだよって言われて。で、そこでバイク屋が習いながら、はい、マニュアル見ながら、わーすげー、自分でカム、シム調整とかやって。もう本当に独学っすね。へぇ、すっげー。ハイカム入れてみたいな。うわ、今はノーマルに戻したんです。はい、僕もなんか YouTube でそういうのやりたいんですけど、多分下手にやったらね、僕らはプロじゃないから、はい、まあ、ミスったらバイクやりたい。それでね、自分でやらはって組む順番間違えたりとか、なんか壊れたりとかってことはないですか？乗っかってないですよ。ないですか？ないですよ。あ、まあでもそれだけうまいことやってはるいうことですね。下手したら壊れますもんね。すげえ。まさか塗装はご自身でじゃないですか？塗装は、ね、ハーレーとか塗ってるんですよ。あ、ショップで塗ってる。ラメラメ、すげえ。センターです。あ、こちらが、あ、塗装屋さん。はい。所属はサソリさん。いや、僕は無所属です。あ、無所属。へえ、これ東京鉄管なんですか？いや、東尿鉄管です。と、え、東尿さん。あ、だから刻印ないですもんね、東京鉄管の。よく見るとこれ東尿って書いてある。あパチモンですボケですね、東尿で。あ、いいっすね、そのパロディーさが。やばいっすよ、近づくと。何がっすか？近づくとやばいっすよ。あ、やばいっすか？なんでそんなこと言うんですか？いや、今じっくり見させていただいてたんですよ。あとキャブ、はい、スロットポジションセンサーがついてる。おあまりないと思う。 CR そうっすよね。これ別で、え、CR 用な売ってるんですか？いや、売ってないですよ。売ってない、はい、このステー作ってもらって。ワンフなんですか？はい。で、これ魚谷に入ってるんです。うわ、こんなもう電子制御で割とだからアクセル回で 50% までは、はい、全部制御してるんです。え、そうなんですか？エンジンのかかりとかどうなんですか？めちゃくちゃいいです。ですよね、冬場とかも、はい、すげえ。あ、かけてくれるんですか？おお、ちょっと半分、半今時バイク、現代バイクです。これはすごい。どうもありがとうございます。これは珍しい。 Z2 乗られてる方見てください。これいいですね。こんなんされてる方もいらっしゃるんですね。なんでこんなに貼ってあるの、こっちは。CB です。これはザワですね。逆車なんですね。で、マフラーは300入ってますね。
シンプル仕様ですが、いいですね。かっこいい。先ほどね、CB 拝見させていただいてたんですけど、金沢、はい、石川県から今日来られてる、もう全員、皆さん、石川県の、山県より近いよ、ジャニーズじゃない、ジャニーズみたいなもんです、はい、ジャニーズみたいなもんです、あ、ジャニーズみたいなもんです、ああ、わかりました、今話題の、あ、じゃあそのジャニーズの、ジャニーさんの全盛期の頃のやから、なんで周りの、なんで周りの、ジャニーさんに会ったことあるんですよ、僕、あ、そうですか、話広がってしまった、ジャニーズの一次審査被害者です、被害者ですか、ジャニーさんこの辺にいてはる、あの、はい、YouTube 見たことありますよ、あ、本当ですか、うん、まあ、ありがとうございます、ちなみにどんな動画見ていただいたのか、どんな動画記憶にあります、あの CB を買ったばっかりのやつかな、あ、はい、うん、今ちょっとね走行とかいろいろさせてもらってるんですよ、うん、なんか奥さんがとか、なんか、あ、そんなも見ていただいてるんですか、うんうんうん、結構見ていただいてるんですね、ありがとうございます、 CB 乗られて長いんですか、いや、また2ヶ月、3ヶ月、そんなもんです、そうなんですか、そんなもんです、元、じゃ何か他の乗られてるんですか、前川崎の GPZ、 あ、そうなんですか、わ、かっこいい、え、でも全然 GPZ からね CB7 半フォアって違うと思うんですけど、割とじゃ元々これが欲しくて、あの大型取ったんですけど、あ、そうなんですか、GPZ は何 cc の、 400cc、 あ、そうですね、念願のやっと、念願のどうですか、まあ、感想は、やっぱいいですよね、ですよね、やっぱり絞った感じと、はい、空港だけ買いました、あ、そうなんですね、マフラー300ついてたんですけど、マフラーも最初からついてました、そうなんですか、あ、ラッキーですね、300の、はい、高いですね、地元の先輩から譲っていただきました、あ、車両ごと、はい、うわー、ありがとうございます、はい、ぜひこれからも、はい、また拝見させていただきます、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、どうも、ここにも CB7 ハンフォーがいてますね、お、見てください、メーター距離750m、ここに着いたタイミングで750ってすごくないですか、かっこいい、341、ちょこちょこ CB7 班いてはりますね、ビッグヘッド、かっこええな、ダブルディスク、僕もダブルディスクしたいですね、滋賀なんですね、カピカわー、いい音しそうな、ケッチ、すっごいいい音しそうですね、こちらの CB もピッカピカですね、で、やっぱりダブルディスクなんですね、こちらもオレンジのかっこええな、ヘッドライトがいいですね、お、マフラーに刻印がないですよ、これはひょっとして無番マフラーじゃないですか、これ井上
かな。いい。かっけえ。こちらも福井県の方なんですね。いいな。ホイールもピッカピカですよ。この泥除けめちゃめちゃ渋いですね。いい感じでオイルが散って。 GT38 洗濯バサミもいい感じ。はい、そうそう、行く。あ、分かりました。どうもありがとうございました、はい、お帰りお気をつけて、はい、お疲れ様でした。どうもです。どうも。そろそろ僕ら行くみたいなんで、俺らもすごい行く。本当ですか、うん、この山まで。あ、そうなんですか。松本さんだの、うん、はい、あ、よかった。一緒に行く。じゃあ、ダメですか。ダメですか、はい、ダメですか。一緒じゃダメですか。嬉しいですよ、それが。いや、もう最後お別れいい子なと思って、うん、はい、もう嬉しかった、うん、よかったです。はい、どっちみちこっち山降りでも。あ、本当ですか。30分で通過に。あ、よかった。